ユーゴスラビア軍の使用する 7.9mm 空砲。円滑に重機へ装填できるよう、先端部は実弾に似た先細り形状に成形されている。全体が一体構造となっているため、使用時に先端部が発射されることはなく、先端の穴からワッツと火薬ガスだけが噴出する。空砲は消火器に用いる弾薬の一種であり、内部に火薬が収められているが、 弾頭や鉛の散弾などは詰められていない。発射時、空砲は、閃光や、発射音を作り出す。空砲を撃つこと、または実弾を込めていない銃を、空砲という。空砲は、しばしば演技や訓練、信号に用いられる。下記の取り扱い訓練や、作動試験に使われる、水薬や雷管を除去した、不活性な弾薬は模擬弾と称され、空砲と区別される。 特殊な空砲はまた、その射出力によって、野外での様々な建築や射撃競技、量に用いられている。南北戦争の再演時における、大砲の空砲射撃空砲は通常、発砲の音響と閃光が必要で、一方で弾丸等を飛ばすと危険な場合に使用される。軍隊の演習や霊砲、超重などの儀式、映画で必要とされる、銃撃戦や、 競技開始の信号に使われるスターティングピストルあるいはカウボーイ上馬射撃のようなスポーツ用途である。江戸時以前の日本においては農作物を食害から守るために鉄砲を用いる場合空砲の音響で害獣を追い払うものを伊藤と称した。通常、軍隊などが自動火器を空砲で使用する際には特別な空砲用アダプターを重心の先端に装着する。これは 空砲から発生する燃焼ガスを圧縮し、自動火器が継続的に作動するために十分な時間と空圧を維持する。また空砲用アダプターは燃え残った火薬や工実図の圧が前方へ直接飛び散るのを防止する。映画における仕様ではしばしば特別に設計された空砲が消火器で射撃されるが、これは実弾では安全のための許容量から充填できない。 火薬の分量を増強している。自動火器の場合には実銃らしく見えるよう、重心の先端に空砲用アダプターを装着するのではなく、重心の内空に燃焼ガスを制御する絞りが組み込まれる。アメリカで開発された 5-in-1 空砲は、後継や薬質の寸法が異なる、様々な重機で共用できるよう設計されている。 また屋内や動物がいる場所での撮影には通常よりも火薬の量を減らした 5-in-1 空砲が用いられた。発射体すなわち弾丸は必要ないが弾薬創薬の燃焼による推進力が必要とされる用途向けに特別な空砲が使用された。ライフルグレネードの投射のために空砲がよく用いられた。とはいえ、いくつかの形式のライフルグレネードは 内部を弾丸が通過できるブリッドスルー構造やグレネード後部で弾丸を直接受け止めるバレットトラップ構造を採用しているので空砲ではなく実弾を使用できるように作られていた。より大きな空砲はモスバーグ m 5 0三弾銃のライン投射キットのように船舶などで綱を投射する銃にも用いられる。釘打ち銃に用いられる空砲空砲におけるリムファイカートリッジは 通常、パワーロードと呼ばれている。これらはいくつかの釘打ち銃で使われており、火薬の燃焼ガスが重たいピストンを前進させて釘を叩き出す。その力は釘全体が鋼やコンクリートに埋まり込むのに十分なほどである。いくつかの様式の早打ち大会では特別な空砲を使用する。これは、創上に関連性のライフル用発射薬を詰め、先端には薄く早。 年製の拳銃用発射薬を詰めている。拳銃用の発射薬は関年製のライフル用発射薬に点火し、発砲炎は散弾銃の実砲のように銃口の外へ出る。燃える火薬は完全に燃焼する前に数ヤードほど飛び散るだけであるが、これは大会で敵に使われる風船を燃え上がらせるのには十分な威力を持っている。また、ワックス製の弾丸は 七子性の投射物が必要とされるこうした大会や訓練では広く使われている。銃殺刑においては射撃隊のうちの一人に空砲を使わせることがある。死刑執行の射撃隊にランダムに選ばれてしまった核兵士にとっては誰か一人には空砲が渡されているという事実は自分は実弾を撃たなかったかもしれないということから気休めとなるかもしれないという心理的効果を狙った。 ものであった。この習慣は、薬莢式の武器以前に遡るもので、前奏式のマスケットの場合は、球場の弾丸なしで装填がなされた。しかし、実際には、反動が異なることから、伊手にとって空砲であったか実弾であったかは、明白であった。空砲は、近距離で射撃されると、しばしば死亡や重傷といった結果を招く、弾頭を持たないことから一見して、 無害と誤解される場合もあるが、実際には事故防止策が必要となる。火薬がこぼれ出ることを防ぐために、空砲には、ワッツと呼ばれる紙、木、または、プラスチック製の線が詰められている。このワッツは、近距離では、猛灌内視貫通重装を、中距離では打撲症を負わせる。空砲の射撃時には、重厚から高速で高熱の燃焼ガスも生じる。 この高速の燃焼ガスは近距離では重傷を引き起こす。また、もし小さな異物が重工部に付着している場合、これは重傷や致死性の傷を負わせる能力を持ち、弾丸と同程度の速度で放出される。空砲はまた大きな発射音で、いてや周囲の人物の聴力を損ねたり、近隣住民に迷惑を及ぼすことがある。的を打つための弾丸である。 ワットカッターを詰めた実砲や、ナガンと呼ばれるリボルバー用の実砲は、弾丸が薬莢の口から突き出ていないために空砲と間違われることがある。三段銃用のスネークショットや、ライフル銃や拳銃で、貿易のネズミ駆除に使用される、ラットショットは、弾丸を抑えるためにボール紙やプラスチックで線をしているか、薬莢の前端が折り込まれたりしており、これが空砲とよく類似している。 一般に空砲による死亡や重傷は空砲の破壊力を知らない人々によって射撃される、時に引き起こされる。特に俳優は映画セットの上で使われる空砲によって深刻な怪我をする危険性にさらされている。幾人かの有名な俳優がそうした災難のために死亡した。ありがとうございます。